じゃあ今回はキャプテンスタッグの COB ランタンミニ、こちらご紹介したいと思います。でこちらですね、元からありましたキャプテンスタッグのライジン COB ランタン、品番 UK4055 というランタンあるんですけども、こちらね、センルーメンのこう大光量の大型ランタンとして人気なんですけども、こちらにですね、そっくりなこのミニチュアサイズ、こちらが登場しましたのでご紹介していきます。こちらですね、テーブル用のランタンとして、もしくはテント内での使用、あとは就寝時の常夜灯として、この場面に使っていただけるサブランタンとなっています。はい、ではこちら3色あるんで、こちらの品番から見ていきたいと思います。まず上から名前同じですね、 CSCOB ミニランタンで、品番がこちらが UK の4063でブラックで、こちらが UK の4064でカーキで、こちらが4065でオレンジとなってますね。ブラックは普通にこうちょっとマットな感じですかね、のブラックでちょっとシックな感じです。あとカーキ、これが一番人気でそうなカラーですね。ちょっとオリーブドラブっても言ってもいいような感じの落ち着いたグリーンですね。で最後にオレンジ、ちょっとビビッドのカラーなんですけど、実用的には結構オレンジおすすめですね。ランタンって結構暗くなってから探し始める場合もあるので、そういう時に荷物の中でこうね、暗い色だと結構見つかりにくかったりするので、意外と実用性では結構オレンジがいいのかなという感じがして、こういうカラーもね、出してくれてるのは嬉しいところです。あとはちょっとポイントとしては、こういった黒いパーツがちょっとね、柔軟性があって、このね、パネルの方をちょっと守ってくれるような食材が使われているような感じになってます。あとはツルがついていて、こちらですね、ちょっとこう滑り止めのようなコーティングがされているので、ランタンハンガーなんかに控えた時にちょっと落ちにくそうな感じがしていいですね。でスイッチは、一番てっぺんに1箇所ですね。これで4段階あるんですけども、明るさの調節ができます。はい、続いてサイズですね。 87mm×87mm、これ円形なんで、幅と奥行き同じになりますね。高さが 148mm になってます。重量は 245g、 これ電池別の重量になっています。使用電源は単三電池を3本になっています。電球色は白色1色のみです。はい、続いて明るさと使用時間見ていきたいと思います。まずですね、スイッチ1回押しますと、ここで200ルーメンで、連続使用時間目安は4時間となっています。でもう1回押すとミッド、これで100ルーメンですね。これ約6時間、ちょっとチカチカしてモニターで見えるんですけども、実際にはこういったこともないのでご安心ください。でもう1回押しますとロー、これで60ルーメン。これで連続使用は8時間。で最後にね、常夜灯ですね。わずか2ルーメンというすごい弱い明るさなんですけども、これ100時間持つという仕様になってます。はい。ちょっと反転して、この明るさチェックしてみたいと思います。今この2ルーメンという状態ですね。かなりね、絞られた明るさで、子供さんがいるキャンプの夜なんかで、完全にね、夜真っ暗にしてしまうとちょっと不安があるという時に、この2ルーメンで100時間持つというランタン。こういうのが一つあるとすごくね、便利かなと思います。ちょっと強い明かりも試してみます。これで前回の200ルーメンですね。ミニランタンで200ルーメンというと結構弱そうな感じがするんですけど、実際つけてみるとかなり明るさ感じます。十分な。メインランタンまではいかないまでも、手元の明かりは十分確保できるというような感じがします。ちょっとみんなつけてみると、もう完全に明るいですね。もうさすがに3個あればもうメインランタンぐらいの明るさ感じます。ちょっとこっちの本家といいますか、COB、ライジン、こちらもちょっとつけて試してみたいと思います。やっぱりこっちつけるとさすがに明るいですね、本家は。やっぱりこのメインのランプが1個あった上で、こういったサブランプがあると、非常にこういろいろ使い分けが場面によってできて便利になるかなと思います。はい、それでは以上となります。キャプテンスタッグの新商品、COB ランタンミニ紹介レビューでした。ありがとうございました。